こんにちは。金原在住の山達です。副大統領候補者討論会ということで話をしていきたいと思います。はい、11月5日に投開票日を迎えるアメリカの大統領選挙、すでに20州で期日前投票が始まっていますで。昨日10月1日、CBS ニュース主催の副大統領候補者討論会開催されました。共和党副大統領候補の JD バンス連邦上院議員と民主党副大統領候補のティム・ウォルズ、ミネソタ州知事の直接対決ということで、 まあこの副大統領候補者討論会が大統領選挙の投開票日までの最後の討論会になるだろうということで、そういう意味でも注目されていたんですが、司会は CBS ニュースのノラ・オードネルっていう人物とマーガレット・ブレナンっていう二人が務めました。前半55分、後半40分、自由発言の、まあ大体2分から3分ぐらいから全部でね、合わせた大体100分間の内容だったんですけれども、 ちょっと今回動画だいぶ長くなってしまうかもしれませんが、全体的にどういう内容の討論会だったかっていうことであるとか、あの事前に昨日の動画で言っていた通り、やっぱりね、CBS ニュース側にはその民主党寄りのバイアスがあったなみたいなところも見られたりとか、また、あ、もう口開けばこのティム・ウォルズというミネソタ州知事はもう嘘しか言わねえなみたいなレベルで適当なことばっかり言ってましたから、まあ、そのあたりはちょっとまとめていこうかなというふうに思います。 えと、まず、本筋と関係ないところなんですが、あのドショッパツ、ね、土初発で多分ね、気に、生放送を見てた人も気になった人めちゃくちゃいたと思うんですが、多分、ね、CBS ニュースのカメラ切り替え担当、出だしで大ミスしてたなって思うんですよね。というのが、なんか、モデレーターの一人のブレナンさんが、最初のね、2分間ぐらいかな、最初のところで、なんかすげえあたふたしてて、あの、目線はよくわかんないところを言ってたし、えっ、ー、と、言葉を出そうとして出せないみたいな感じになってたんですよでど、なん、どうしたのかなと思ったら、 あの、副大統領候補の二人がね、握手しているところをカメラ取り逃がしてるんですよ。 あの、映された頃にはもう握手が終わって二人がちょうど離れるみたいなところだったので、あの、うわー、これ最初からやらかしてんなって思いました。はい。であとは、両候補が話してる最中にね、あの、極っていうね、その、水を思いっきり飲む音をマイクが拾ってたりとか、そういう意味でその、本筋とね、全然関係ないところでいろいろ気になるところがあったんですが、はい。まあ、その辺の話は、まあ、さておきで、えっ、ー、と、両者はですね、互いの意見に同意する場面が何度もあったりとか、あと、言論で戦ってるところが伝わって、 きてあのすごい真面目な討論会かなって思いましたし、見応えが非常にあったなって個人的には思いました。まあいろんな意見あると思うんですが、あの、まあこれぞ討論会みたいなね、そんな感じだなっていうふうに思いました。で、えっと、まず最初にちょっと僕が個人的に感じた両候補に対する感想をちょっと皆さんに紹介しておきたいと思います。まあ僕の感想だけじゃなくて正直大多数が同じように思ったと思うんですが、まず JD バンス上院議員なんですけど、まあパフォーマンスはもう 圧巻でしたね、ほんとね。えっ、ー、と、演説とかインタビューみたいな、その短い時間のものとはちょっと違ってて、生放送の討論会ってやっぱ雰囲気違うんですよね。で、あの話術はね、ほんとレベルが違うなっていうふうに思いましたし、やっぱりその、喋るスキルって、これ練習でどうこうなるレベルのものでないものもあるんですよね。やっぱりそういう生まれ持った才能みたいなところがあると思うんですが、バンスさんはそういう点では、 あの、まあ、明らかに才能があるなって思わされさせられました。で、弁論技術では多分トランプ大統領は明らかに上回るなっていう風に思い,思いましたし、その、直接の答えこれ避けるんじゃないかなって思うような質問。で、実際、僕もい、もう特に土処発の中東問題なんかそうだったんですけれども、あ、逃げたって僕最初思ったような話のものもあったんですね。その、 土初発がまさにそうだったんですけど、自分の自己紹介から始まったんですよ。だから、あ、回答逃げてんなって僕思ったんですが、その最初に関係ない話で自分のペースを作って、で、その後に、あの、〇〇についてだったねってちゃんと戻ってきて、で、しかもその答えにくいような質問に関しては、真っ向勝負で質問から逃げずに全部回答してたんですね。 で、この点に関しては、トランプ大統領って、あの、ちょっと、あこれ不利な質問だなって思ったやつに関しては、もう直接の回答を完全に避けて、まあ、あの、関連する話とかで、まあ、濁す場面とかがやっぱ多々あったんですね。バンスさんそれがほぼなかったんですよ。もうとにかく直球でね、まあ、若さっていうのもあるのかもしれませんが、 何でしょうもう本当ストレート勝負みたいな感じだったので、これはすげえなっていうふうに思いました。はい。まあ、ただ一方でね、やっぱりそのトランプ大統領とどうしても比べちゃうじゃないですか。ってなるとですね、そのワクワクさせるようなエンタメ性はね、やっぱりトランプ大統領にかなわないんですよね。まあ、これもトランプ大統領のその完全なる、うん、何でしょう。経験とかで得たものももちろんあると思うんですが、まあ、やっぱりその才能ですよね。うんで、こういう感 ここに関してはやっぱりないので、あの、後半途中でね、あの、なんで聞いてて真面目すぎて飽きが来るみたいなところも正直あったかなっていうふうに思います。まあ、この辺はね、多分いい意味で、トランプ大統領の罪ですよね。その、討論会っていうものを単なる真面目な場じゃなくて、なんかすごい発言飛び出るんじゃないかっていう、そのワクワク感みたいなものですよね。あれを常に持たせるようになったっていう点では、あの、他の人のハードルを上げてますから、まあ、いい意味でトランプ大統領の罪かなっていうふうに思います。はい。まあ、ただ今回のこの討論会全体で、そのバンスさんの さっっってていいいいううのはめちゃくちゃゃゃく伝わったんじゃないかなかううに思いますで、一方で、じゃあ、あの、ティム・ウォルズはどうだったかって言ったら、まあ、事前の評価がすこぶり低かったので、あの、個人的にはすごいうまく立ち回ってるなって思いました。で、あの、何よりも良かったのが、カマラ・ハリスみたいなうっしい顔芸なかったんですね。あの、もちろん顔はね、見てて、あの、これ、愛される人なんだろうなって思うぐらい、えー、っと、すごいずっと困ったさんな顔をしてたんですよ。で、これはその、 作った顔じゃないんですよね。カマラ・ハリスってあれ明らかに顔作ってたじゃないですか。だから見てて邪魔臭く,くて、もう何言葉発してないけど顔がうるさかったんですよね。ティム・ウォルズの場合は、あの、ナチュラルに <laughs> 困った顔をずっとしてるもんですから、あの、これはこれで面白かったです。今回こうやって切り取るためにね、あの、また改めて前半から後半まで動画を見たんですが、そこで思ったのが、あの、だんだん後半にかけてね、あの、眉間のシワがどんどん深くなってくるっていうね、そういうことも気づいたんですけれども、 ま、とにかくね、なんか、落ち着きなくてドタバタしてる印象を持った人が多かったんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。で、あとあの、全体通してあの、ドナルド・トランプっていう言葉8億回ぐらい言ってましたね。もうほんとね、あの、心拍数超えるレベルでトランプ、トランプ言ってたんじゃないかな。多分、呼吸の回数より多くトランプ言ってたんじゃないか。一番最初の中東問題のところだったかな。のとこも、ドラーン・トランプ、ドラーン・トランプ、ドラン・トランプってなんか、3連発ぐらいトランプ大統領フルネームで連呼してて、なんだ、トランプキャンペーンの差し金かお前は、みたいな。 そういうようなことをやったりとかしてたんですがそんな感じで、まあ、口開けばトランプかウ、まあ、嘘かみたいなねそういうい感じでした、はい、であのこの今回の副大統領候補者討論会の中100分間あった中で、まあ、ぶっちぎりで、えー、これぞ名言ってなったら多分ティム・ウォルズのこれでしょうね。 はい。あの、俺は学校の銃乱射事件の犯人と友達になったみたいなんで <laughs> 何をどう言い間違えたらそうなるんだろうか。ちょっといろいろ考えてみたんですが、言い間違えの元が多く全くわからなかったんですが、はい。まあ、こんなような発言が飛び出したとかあったんですけれども、まあ、こんなような感じで、あの、バンスさんの株はだいぶ上がったかなっていうのは僕の印象。で、まあ、ティム・ウォルズもね、その事前評判が低かったっていうことも、 考えると、まあ、ある意味、あの、株は上げたんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。というようなのが、まあ、あの、個人の感想なんですけれども、全体的な話をしたいと思います。全体で11のトピックが用意されていました。えー、で、まあ、あのー、まあ、CBS ニュースも左寄りですから仕方がないんですけれども、その質問を出すたんびに、 左翼寄りの前置きがちょっと鬱陶しいなって思いました。まあ、これまた後ほど話として出てきます。はい。で、11のトピック何だったかって言ったら、一つ目が中東外交。ちょうど昨日ね、その、イランがイスラエルに200発の弾道ミサイル打ち込んで、なんか大騒ぎになったタイミングだったので、まずこれからスタートしました。で、二つ目がハリケーンですね。えっ、ー、と、その、フロリダとノースカロライナ、サウスカロライナがなんからいこっちゃになってますけれども、えっ、ー、と、あの件に関してを、なんか気候変動と絡めてどうのこうの。これもね、前置きの言葉がすげえ邪魔くさかった。 ですがはい。まあ、そんな感じで気候変動の話。で、三つ目が不法移民問題。四つ目経済問題。五つ目個人の資質。これ、あの、ティム・ウォルズの天安門事件に関する嘘と、あとは、えっと、バンスさんの反トランプの過去に関してですね、ここの深掘りがされました。まあ、深掘りっていうほどじゃないですね。なんか、あの、ティム・ウォルズ深掘ったら偉いことになったので、えっと、多分深掘ろうにも深掘れなかったのかなっていうふうに思いますが、まあ、この発言。 あとはえ、中絶問題。で、ここで休憩入って、え休憩挟んでからは、重規制問題から始まり、住宅不足問題、ヘルスケア問題、チャイルドケア問題で民主主義に関してっていうような、まあ、この11個のトピックでした。で、えっ、ー、と、ティム・ウォルズのこの天安門事件の嘘って何かって言ったら、その天安門事件が起きた時、私は香港にいたんだってずっと言ったんですよ、長らく。ところが、いろいろ調べてみたら、その時こいつ、ネブラスカ州にいたってことが分かったんですね。 嘘じゃんっていう話なんですよ。で、今回それに関してなんでそんな嘘ついたのみたいな、そういうこと聞かれたんですね。で、一応念押しの質問もあったんですが、あの、信じられないぐらいしどろもどろしてました。で、ただこの件に関して僕すごく、うーん、不満というか、なんでって思ったのが、ティム・ウォルズって他にも嘘たくさんあるんですよね。まあ、特に有名なのが軍歴詐称問題。 で、特に JD バンスさんって元々海兵隊員で、あの、イラクにも行ってた人物なので、余計この軍歴詐称問題っていうのは取り上げれば、まあ、バンスさんにとって有利になるし、重要なトピックだったんですよね。でも、これがなぜか全然触られなかった。で、あと、正解進出のきっかけに関しても、あの、詐称してた疑いがあるんですよね。なんか、ブッシュがうんちゃらかんちゃらみたいなこと言ってましたが、あれも嘘だった。あと、あの、自分の子供 IBF の技術で授かったんだって言ってましたが、これも嘘だったことが分かってますし、そういういろんな多くの嘘が ある中で、まあ、特にその軍歴詐称問題を話題にしてなかったの一番その。 なん、いろんなところが報じている話なのに、それを取り上げなかったのは僕正直謎だと思うし、まあ理由としては多分バンスさんのそのバックグラウンドですよね。明らかにそっちの方が有利ですから、まあそういう意味で取り上げたなかったのかなっていうふうに思ってしまうところがあります。はい。であと重要トピックで回答回避を認めた場面もあって、特にこの中絶問題ですよね。これ基本その民主党側の武器にしてるんですが、え共和党側からとしては民主党過激だろうっていうところを突っ込みたいんですけれども、そこに関してそののらりくらりとする そのティム・ウォルズの回答っていうのを CBS は認めていたので、まあ、この辺も正直、まあ、バイアスみたいなところがあるのかなと。というのも昨日の動画でね CBS ニュースって民主党バイアス半端ないよねって話は紹介しました。まあ、気になる方はととも昨日の動画を見て欲しいと思うんですが まあそういう観点からこうなることはまあ予想の範囲内ではあったんですね。で、えっ、ー、とメディアリサーチセンターがあのこの討論会の運営の内容っていうのを分析しまして、まあその結論としてはやっぱり運営全体として明らかに民主党側に偏ってたよねっていうそういう結論が出てるんですね。具体的にはその質問の文言、その枕言葉みたいに持ってくる言葉っていうのが11個のトピックの中でさらにそのいろいろ細かくあの 深掘りの質問とかもあったんですよね。そういうところとか含めると、19の質問が、まあ、左翼寄りの文言が含まれていて、 その、ティム・ウォルズにとっては聞き心地が良くて、バンスさんからすると、まずその質問自体に反論したくなってしまうような、そんな感じになっている。で、まあ、右翼寄りって言い方変かもしれませんが、保守寄りな、えー、と、発言っていうのが2つぐらいしかなかったっていうことで、まあ、そういう質問の文言自体もかなりバイアスあったんじゃないかって指摘されてるんですね。で、あとは、あの、候補者に特定のそのチャレンジングな質問、その、 ええと、まあ、バンスさんこれはどうなんですかウォルズさんこれはどうなんですかみたいな、そんな風に、えー、っと、まあ、直接特定の質問をするみたいなことを、バンスさんに対しては15やってるのに対して、ティム・ウォルズ7しかなかったんですね。で、あとはそのフォローアップの質問に関しては、バンスさんちゃんといろいろ答えてるのに10食らってますし、ティム・ウォルズは2つしか食らっていないと。 いうようなことで、まあ、この辺からも数字から見て明らかな通り、明らかに共和党側を狙い撃ち攻撃している。なんで、まあ、ABC ニュースほどではないんですけれども、また結局ね、1対3の構図だったんですね,、まあ、ね。その中でもあのパフォーマンスを見せたバンスさんって本当すごいなって思いますし、安定感も半端なかったんですよね。で、えっ、ー、と、あとはこの、僕が一番気になったのが、 この一幕。これあの SN、SNS でめちゃくちゃ出てきてる画像ですよね。バンスさんがすげえ余裕そうな顔で、ティム・ウォルズがなんか偉いこっちゃな顔になってるところ。これあの、不法移民問題の話のところで出てきた一幕なんですよ。ま、実際ティム・ウォルズ、あ、じゃあ、えー、っと、バンスさんは、あの、時計を確認して、ティム・ウォルズが今どれだけ喋ってるのかってチェックしてるときの目線なんですけれども、この時にね、 明らかに、あ、CBS 助け船出したって僕思ったところがあって、あの、不法移民問題の中で民主党がとにかく固執するのが、その、トランプが国境警備強化法案を潰したって言ってるんですよね。で、これって僕あの過去の動画で何度も言ってますけれども、国境警備強化法案じゃなかったんですよね。不法移民を合法化する法案だったんですよ。だからあんなもん、賛成するバカがどこにいるんだって話なんですよ。 で、え、この件に関してティムウォールズがなんかギャー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 言ってて、その不法移民問題対処するんだったら、あの法案通してそれに署名するのが一番だ、みたいなこと言ってたんですよ。で、これはもう完全に JD バンスさんにとっては反論する絶好の機会だったので、えっ、ー、と、タイミングも来たので、よし、じゃあ行くぞって思ったタイミングで、モデレーター側がね、割って入ってきて、あの、バンスさん、その前にあなた答えてくださいと。あの、不法移民の親子をあなた方は分けるんですかと。 これあのね、もうバンスさんすでに答えていた話なんですね。だからあの、モデレーター話聞いてなかったか、またはあの、わざとティム・ウォルズを助けるために、えー、っと、なんかそういう、もう一回聞いたのかわかりませんが、これ何の流れで出たかって言ったら、もともと不法移民問題でそのトランプ大統領のせ掲げている政策っていうのが、もう前例のない規模の強制退去をやるって話をしてるんですよね。 で、その中で、えー、っと、CBS ニュース側が聞いてきたのが、これはつまり、あなた方は、親子を引き離すんですかと。もし仮に、親が、えー、っと、不法移民で、で子供が、えー、アメリカで生まれて合法的な市民の場合、あなた方はこれを分けるんですかって聞かれて、バンスさんの答えは、まず最優先すべきは、えー、その、殺人鬼とかを含めた、その、犯罪者の不法移民を最優先で、えー、退去していくと。 で、この、親子の問題に関しては非常にその、えっ、ー、と、複雑な問題になっていくるので、その後に、えー、検討すべき内容であるって、ちゃんと答えてたんですね。にもかかわらず、またもう一回聞いてきたんですよで。これは話聞いてなかったか、ティム・ウォルズを助けたかったか、どっちかだったんですけれども、結局ここでこの、不法移民、合法化法案なんかのも馬鹿しかしが賛成せんわ、みたいな話を、え、バンスさんはすることできなくて、えっ、ー、と、まあ、助け船が出たみたいな一幕だったんですね。 まあこんな風に本当もう公平な討論会いつ見ることができるんだろうかみたいなそういう結果になっていたんですけれど。 はい。えっ、ー、と、今これ収録1回終わった後追加で撮影しているんですけれども、あの、投資で撮ってみましたら30分近いとんでもない長い動画になってしまいましたので、えっ、ー、と、続きは後半に分けていきたいと思います。えっ、ー、と、後半ではティム・ウォールズのついた嘘であるとか、混乱した一幕で出た重要なことなどをまとめてありますので、えっ、ー、と、前半とはまた違うような内容をね、お届けできると思います。はい。えっ、ー、と、前編動画を公開してから大体1時間ぐらいしたら公開する予定ですので、まあ、続きが気になる方は後ほどぜひとも確認して 見てくださいはい。ということで、ぜひとも後半の動画もご覧いただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。最後は、ダイエット中のデブちゃんが食卓の上にね、えー、ふんぞり返るというか、乗っかってご飯よこせというふうに言ってきているところでお別れをしたいと思います。もうね、これをつけるとね、あの、カシャカシャ音が鳴りますから、あの、タヌキんがね、どうしたどうしたみたいな感じでいつも近くに寄ってきてね、あの、すごいなんか興味深そうにデブちゃんの匂いクンクン嗅いだりとかするんですけれども、 あちなみに常にずっとつけてるわけじゃないですからね。えっ、ー、と、ご飯自分のものを食べ終わって、で、それでもまだご飯を要求してくるときにこれつけてあげるみたいなことをやってるんですが、はい。まあ、とりあえず頑張って今減量中のデブちゃんということで別れをしたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。